午前9時ごろに始まったカープ沖縄キャンプ歓迎式。まず私の挨拶の前に、今最優秀中継ぎ賞を表彰していただいた島内がどうしても一言皆様にお礼を伝えたいということなので、島内さんよろしくお願いします。今年も昨年以上の成績を残すべく、この沖縄の地で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。すいません、お騒がせしました。今年は昨年よりもう一段高い場所に登れるように、私も選手と共に頑張ります。気温25度と沖縄らしい温暖な気候に恵まれた沖縄キャンプ1日目、エンジンの声出しは矢野が務めました。監督をいじるにあたって100点だと思います。監督本人です。お前2軍行きなって思います、はい、野間からもらったというタオルにプリントされた新井監督のメッセージを読み上げ、笑いに包まれる中、いよいよ練習がスタート。沖縄で一番最初にブルペン入りしたのは大瀬良でした。右肘手術後初めてセットポジションでのピッチングを行うなど、着実に歩みを進めています。段階飛ばしにもならず、まあ、今のところは停滞もないので、本当に一つずつうまくクリアしてやれてるっていう状態です。まあ、順調であればそのままプランに乗っ取った形で、そういうふうな球数投げて対打者に移行していくっていうふうな形になるかなと思います。そして本キャンプ自己最多120球を投げ込んだ栗。体の状態と自分のイメージとっていうのを、まあ、すり合わせていきながら、はい、ブルペンでは投げてました。沖縄での実戦登板を見据え、ペースを上げてきています。去年のシーズン終わってからフォームをちょっと変えて、やってきている中で、まあ、実戦の中で試すところは、試していきながらにはなると思いますけど、まあ、結果のところも自分の中でこだわっていきながらやっていきたいと思います。沖縄キャンプは初日から実戦を想定した練習が行われています。マウンドには現役ドラフトで加入した地元沖縄出身内間投手が上がります。ランナーを置き、決められた状況の中での投球となる実戦形式。内間は1人目の田中。続く石原。バランスを意識した中で感触よく投げられたと、打者13人に対し許したヒットは3本。地元沖縄でのキャンプ初日は有意義な時間となりました。各バッターにはその1球ずついい球がありましたし、その悪いままで終わらなかったっていうのが、まあ、投げミスっていうした後にも修正ができたりだとか、結果的に良かったかなと思います。野手では最年少で侍ジャパンに選出された20歳の田村。内間との対戦ではバントの構えからヒッティングに切り替え、レフト前へ。さらに川野からはあと少しでスタンドインというスリーベースヒット。恋の若きバットマンは沖縄に入っても好調をキープしています。
これから試合も入ってくるので、まあ、シーズン開幕スタメン開幕1軍というところを目標に、まあ、この沖縄でしっかり仕上げたいなと思ってます。すごい経験をさせてもらえると思うので、まあ、いろんな球団のすごい方がやっぱ集まる場所なので、まあ、いろんなことを聞いて自分でレベルアップできる場所にしたいなと思ってます。ジャパンになったからってこう変えるんじゃなくて、まあ、しっかり自分らしいスタイルでやりたいなと思ってます。沖縄に入ってもそれぞれの選手が中田さんこうアピールを続けているなと感じますよね。そうですね、本当選手の表情を見ても順調そのものなのかなと、うん、その中でねやっぱり宮崎にやっぱり一軍のメンバーもいますし、はい、でこっちの、まあ、やっぱり沖縄でやっぱ実戦も数多く始まって、うん、ここから競争がね加熱する中でしっかりとしたいいアピールをねしてもらいたいなと思います。うん、中でも田村選手、はい、好調キープしていますね。いやそうですね、本当昨年の秋からやっぱりこう下半身の使い方を意識してバットが本当に残りますよね、うん、なのでやっぱりバット泳いでも打球がやっぱり外野に飛ぶんで、うん、ヒットになる確率が本当高くなりますよね、はい、今の打球なんかももうあと少しでスタンドインというぐらいやはりパワーというものと技術を持ち合わせている。そうですね、ピッチャーはやっぱりタイミングを崩せてるんですけど、うん、やっぱりバットが残る分あれがやっぱり外野の頭を越える、それが田村選手の良さですね、うん、ますます実践形式も増えていきますし実践も入ってくるということで注目は増すばかりです。